今回は久しぶりにガチャガチャをやってきました。それがこちらなんですけど、3回回してきました。これね、何のガチャガチャかっていうと、チンチラのガチャガチャなんですよ。なんか今までガチャガチャっていろんな種類の生き物が入っていて、その中の一体がチンチラだったりしたんですけど、今回はそうじゃなくて全部チンチラなんですチンチラ専用のガチャガチャで、今回のチンチラのガチャガチャの種類なんですけど、スタンダードグレー、ホワイト、ブルーダイヤモンド、ブラックパール、ピンクの5体がいます。で、僕が欲しかったのはグレーとブルーダイヤモンド、この2体狙いで引いてきました。はい、じゃあ1体目ですね。1体目がですね、スタンダードグレーのチンチラが当たりましたまあ実際リアルな方のスタンダードグレーのチンチラって、なんていうんですかね、ちょっとまだらっぽい黒とグレーが混じったような色なんですけど、このグレーはどちらかっていうとバイオレットに近いですかね。まあでもめちゃくちゃ可愛いし、なんかねプニュプニュしてて柔らかい。これおおすごいプニプニしてるはい、で2回目回したら、まさかピンクが当たるとは思わなかった。このプニュプニュ感気持ちいいね、これね。はい、チンチラのピンクですね。これは現実にはいないカラーですね。で3回目に引いたらですね、なんと3回目でこちらブルーダイヤモンドが当たっちゃいましたまあガチャガチャ3回引いたんですけど、ブルーダイヤモンドも可愛いね。今までガチャの中に入っていたチンチラは割とリアルな感じのチンチラが多かったんですけど、こういう風にデフォルメされたチンチラも可愛いですね。プーちゃんにこの中で似てるのはやっぱりスタンダードグレーかな。スタンダードグレーがちょっと似てる気がしますね。ブルーダイヤモンドだとちょっとね薄すぎるよね。いや可愛いですね、いいですね、いいですね。僕はこのガチャを今回イオンモールで引いてきました。このガチャはどこにでもあるのかな。1回300円で引けるので、皆さんも見つけたらぜひ回してみてください。めっちゃ可愛いですよ、このプニプニ感もすごくいいプーちゃん気になるね、気になるね。